お久しぶりです。お久しぶりです。こういうお仕事を始めたのと全く同じタイミングで俺そっからご一緒してるからね。うん、本当ですよ。共演としては確かに久しぶりではあるけれども、木村大聖竟然与松隆志为汽车广告合体勾起不少网友的回忆。なんで瀬名君はここにいるの？いや、ルーさんに呼ばれたから。涼子ちゃんごめんね。もうあいつ何にみんな呼び出してる。木村在主演《恋爱世代》，伊洛里与松隆子创造出许多经典画面，堪称神级 CP。而这次的合体仿佛带着网友回到当年追剧的时候，难怪引起不少讨论。この防音ガラスのせいなのか、あまりにも車内が静かで、松さんは寝てましたけどね。それはあれですよ、木村さんへとこの車への信頼。びっくりした。あまりにも静かにしてたから。準備は OK ですか？さあ。体験してもらいましょう。俺の今の気分は共感です。本当にね、ちょっとね、高速教師を思い出します。晴れましたね。ああ、よかった。私雨女ですもん。胸を張るな。为了拍这个广告，他们一起兜风了86公里。木村也在 IG 发出照片，并写下心情，还麻子上一起拍了日常广告，边兜风边在车里聊天就拍完了。在副驾睡着的麻子上很有魅力呢。